どうもイクメンじゃないけれどもギリギリのラインは保っていたい、ギリギリイクメンことギリメンヨッピーです。今回はこれの紹介なんですけれども、こちら明治ほほえみ楽々ミルク、新しく出た液体ミルクなんですね。これがまあなんとも便利だということで早速買ってきました。これの何がいいかっていうと、作り方が超簡単です。今までのこういったキューブ型のミルク、まあ、もしくは粉ミルクだと、工程としてお湯を沸かす、ミルクを溶かす、冷ます、めんどくさい、本当にめんどくさいんですよ。夜泣きが始まって、その夜泣きで自分自身が起きてキッチンまで行ってお湯を沸かしてミルク作りをする、これってね結構奥さんのストレスの大きな要因になってると思います。でもちろん母乳の方っていうのはそのままねペロンとやれば済む話なんですけれども、やっぱり母乳の人でも出にくい人とか、まあ、もしくは寝る前に赤ちゃんがいっぱいミルク飲んでしまって、まあ、夜泣きの分の母乳が出ないっていうことなんて結構ザラにあるんですよね。でもこのラクラクミルクなら作り方は本当に簡単。開ける、注ぐ、以上ね、めっちゃ簡単でしょ。これの大きな特徴として常温で OK っていうところが大きな利点だと思います。つまり赤ちゃんの飲むミルクの温度を気にしなくていいので、そのまま注ぐだけで、そのままあげるだけ、これがすごく工程を短縮してくれてると思いますね。ちなみに液体ミルクはグリコからも出てるんですけれども、このグリコの液体ミルクっていうのがパックなんですよね。赤ちゃん本舗とかでその商品を見た時に、まあ3ヶ月ぐらいの賞味期限だったんですよ。しかしこのラクラクミルク、これは賞味期限が1年持つというね、やっぱりカンカンはすごい。ミルクって1年分も買いだめしないのに1年の賞味期限なんか持ってどないするねんっていう話なんですけれども、災害を想定した液体ミルクなんですね。地震、台風、大雨とかね、水道、ガスなどのライフラインが切られた時、赤ちゃんのミルクが作れなくなる。母乳であげてるお母さんも安心しないでくださいね。栄養をお母さんが取れなかったら赤ちゃん自身にも栄養がいかない、栄養の出るミルクが出ない、もしくはストレスで母乳が出ないなんてこともあります。で、そういったことを想定した上でこういった1年持つような賞味期限の長いカンカンの液体ミルクが開発されたわけです。で、特にこれスチール缶なのですごく丈夫です。災害用のストックとしてはいくつか置いておいてほしいなとは思いますね。じゃあ次にコストの話いってみましょう。同じ液体ミルクで比べた時に、明治のほほえみラクラクミルク240ミリ入ってます。で、これ一つが232円、グリコの方の液体ミルクが125ミリ入ってます。これで209円です。明治のラクラクミルクの方がコスト的にはいいっていうことになりますね。じゃあ次にこの同じ明治から出てるほほえみラクラクキューブ、こちらのキューブ型のミルクと比べた時にどうかっていうと、同じ240ミリで比べる場合、こちらのキューブが6個分、これで考えると1缶あたりに対するコストの差っていうのは125円になります。これ1本分を上げるのとこちらのキューブの分を上げるのとで考えると125円こちらのが安いっていうことですね。コストとしては確実にキューブ型もしくは粉ミルク型の方がいいと思います。ただこのラクラクミルクがそのコストがかかる分を目をつぶれるぐらいどこが優れてるかっていうところですよね。よし飲もう。はい、よく見ておいてください。ミルク作ります。開ける、注ぐ、完成です。こっちがほほえみラクラクミルク液体ミルク、こっちがキューブ型のミルクの方。ちなみにこの色の違いっていうのは高温処理をしたから、まあ、こういった色になるらしいです。じゃあキューブミルクから。
次、液体ミルク。あ、絶対こっちの方がうまいわ。俺が赤ちゃんやったらこっちを飲みたい。高いだけあるな。はい、僕初めてこういったミルクを飲んだんですけれども、薄いんですね。どちらも程よく薄く、のり甘い、飲みやすいのはこっち。液体ミルクの方がなんかこうえぐみがないというような感じがしますね。プロテインに近い味がします。このミルクのすごくいいところっていうのを、まあうちの嫁さんに聞いたんですけれども、外出時は重宝するって言ってましたね。カンカンで液体なので、やっぱり若干の重さはあるんですけれども、これ一つ240ミリ入ってますから、これ一つを、まあ、カバンの中に掘り込んで持っておけば、授乳室を探す必要もないし、暑い中授乳ケープをつけて周りに気を使いながら授乳するっていうこともなくなります。人に頼む時もすごく頼みやすいですよね。おじいちゃんおばあちゃんで、特に旦那さん、慣れてない旦那さんとかに任せるのってすごい不安があると思うんですよ。もうそういった時これでしょ。もうこれ一択ですよ。もうこれ注いであげといて、もうこれだけで十分です。で、育児に関してこういったちょっとしたストレスの積み重ねですよね。育児を圧迫する、育児ストレスとしてやっぱり気持ちを圧迫する部分になってくると思うんで、小さいところから改善していく、夫婦円満になる秘訣じゃないかなとは思います。じゃあ僕ばっかりこれを飲んでも仕方がないので、常温のミルクを赤ちゃんが飲んでくれるのかっていうところが不安だとは思うんですけれども、まあうちの子でよければ動画差し込むので見てみてください。もう入ってないで。入れるね、離して。80ぐらいでいいかな。まだ飲みますか。このラクラクミルクは240ミリ入ってるんで、余る可能性って結構ありますよね。240ミリの哺乳瓶を使ってる赤ちゃんの方がもしかしたら少ないかもしれないですね。保存ができないかどうか明治さんに問い合わせしました。こちらを開けたら直ちに哺乳瓶に移します。1回で飲みきれない場合は2つの哺乳瓶に移します。一つを赤ちゃんにあげる。で、この赤ちゃんの唾液が入った分っていうのはもうすぐに飲み切ってください。綺麗な哺乳瓶に保存してある分は2時間以内に飲んでください。2時間過ぎてしまうとこれはもう廃棄っていうことになりますね。
ちょっとちっちゃいの出してほしいですよね。グリコの液体ミルク 125ml、 これが本当はすごく使い勝手のいい量なのかなとは思いますね。確かにコストはかかるものの、コストを補えるだけのストレスフリーは得れるんじゃないかなと思います。全部のミルクをこれに変えるってなると、さすがにコスト的なものがあるので、外出時、人に預ける時、夜泣き、こういったところでこれを活用していけばすごくいい使い方だなと思います。で、うちも一応災害用っていうことで3缶ストックしてます。はい、今回は明治から出た微笑み楽楽ミルク、液体ミルクですね、を紹介してみました。今回の動画は以上となります。この動画が面白いと思ったら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。